木下ゆきなさんという人が、精神科に行って脳波の検査を受けて ADHD と診断されたっていうような記事が上がってます。で、彼女はその脳波の検査を受けて脳波が混線状態だって言われたそうなんです。で、私も同じこと言われたんですよ。だから私とこの人は同じ脳の状態っていうことです。で、この記事は比較的批判的な文脈で語られています。つまり ADHD を免罪符にするなっていうような言説ですね。自身と同じ ADHD の人に対して寄り添う気持ちを少しでも持ってもらえたらと話した。まあ、この辺のことじゃないですか。その寄り添う気持ちを持ってもらいたいっていうような、その他者に対して理解を求めるっていう姿勢が割と批判的に捉えられてるのかなと思います。で、まあそもそもなぜこの人が、検査をしたのかってことですよね。その検査をするきっかけが何だったのかっていうのは気になります。それは書いてないんですけど、何か自分の中にその生きづらい感覚があって、その原因を特定するために精神科に行くっていうのはすごいいいことだと思いますし、私は多くの人に勧めたい。もちろん何の生きづらさもなくて幸せな状態なんだったら精神科っていうところは全く行く必要がない。でも何かそういう生きづらさを抱えてる人は行った方がいいと思います。で、この脳波の検査っていうのは、その脳波の検査を調べても、その ADHD かどうかわかんないって言ってる医者もいるんですよ。あんまりその、まだ認められてないっていうか、まあ意見は分かれてる方法なんでしょうね。まあただ何かしらわかるんだと思いますよ。私は専門家じゃないから判断できる立場ないけど、全くそれが妥当でないとは言えないと思います。もちろんその ADHD っていうね、確定診断をするには幼少期からのその来歴っていうのを問診で辿っていくんですけど、別に問診しなくたって自分の幼少期からのエピソードは自分が一番よく知ってるんです。で、それが ADHD の特徴に当てはまってんなら ADHD です。で、自分で自分に診断を下せばいいんです。熱があります。37度8分ありました。咳も出てます。鼻水も出ます。それって風邪ですよね、絶対。わざわざ医者に行って風邪ですねって言われなくてもそれは風邪ですよ。だから自分の幼少期からのエピソード、現在の状況等々を自分で振り返って、その ADHD または ASD 的な特徴が認められるんだったら、それはもう発達傾向ってことです。で、それからその特殊な電波を当てる、継続的に当てると、その ADHD の症状が改善するっていうふうに言ってる医者もいます。で、まあ多分多少改善するんでしょう。で、その治療が必要かっていうところなんですけど、治療っていうのはデメリットもメリットもあります。そのメリットとしては、その電波を当てれば、その ADHD 的な忘れっぽいとか注意が散漫っていう症状は治まります。でも逆に ADHD が持っているいい側面っていうのも失われるわけです。その ADHD とか ASD 的な側面っていうのを全部悪いものっていうふうに捉えちゃいけないんですよ。それは人類を進歩させてきた大きな原動力でもあるんです。それをその良さをちゃんと認めるっていうことですよ。ここに一枚のハンカチがあって、なんかシミみたいのがあって汚いと。で、漂白剤につければそのシミは落ちるかもしれない。でも生地は傷みますよね。まあそういう感じですよ。生地は傷むし、そもそもそのシミってシミじゃなくて模様かもしれないですよね。色かもしれない。でもそれをシミだっていうふうに思うから消したいって思うわけですよ。
で、この発達障害を治療するっていう感覚、感性がまさに同じなんですね。模様や色として本来は尊重されるべきものが、シミっていう風にいらないものっていう風に捉えられてしまう。っていうのがその現代の感性なのかなって思います。まあもちろんその ADHD で確定診断されるくらいの色の濃さだったら、それは多少何かした方がいいのかもしれないですけどね、それは。ただほとんどの人はグレーゾーンですからね。そのグレーゾーンのものまで治療する必要があんのか。それは治療した方が医者は儲かるからいいでしょうけどね。高いですよ、めっちゃ。半端なく高いです。そのいろいろなものを、その ADHD に関わらず、いろんなものを治療して、なんかより完全な人体を作ろうってする思想があるんですよね、現代は。そういうふうに完全じゃなきゃいけないっていうふうに思ってるんですよね、みんな。で、その最後の、寄り添う気持ちを少しでも持ってもらえたらってところなんですけど、他人に対してそういうことはあんまり言わない方がいいですね。言うとこういうふうになるんで、それは免罪符にしてるみたいに捉えられてしまうわけです。じゃなくて、その検査をするっていう意味は何かっていうと、それは自分自身に寄り添うってことなんです。他人に対して私はこういう人間だからそういう配慮をしてくださいって人に求めるんじゃなくて、自分自身に配慮をする。つまり自分がそういう特性を持っていて忘れっぽいんだと。気が散りやすい、注意力が散漫、継続力がない。思ってることを口に出してしまう。すぐに衝動的に何かをしてしまうっていう特性があるわけです。で、それに対してそういう特性があるっていうふうに認識をしたら、じゃあどういうふうにすればそれが変な方向に行かないのかっていうのを考えられるんですよ。だから忘れっぽい。ADHD 傾向があって忘れっぽいんだったら、すぐにメモをする習慣をつける。っていうのが一つのライフハックですし、その衝動性が強くて何かを思ったことを全部口にしちゃうんだったら、その思ってることを口にしないようにそういう癖をつける。または思ってもいないことをさも本当らしく言う、そういう処世術を身につける。お金の管理ができなくて衝動的に物を買っちゃうんだったら誰かに管理してもらう。とか、その部屋がとっちらかってぐちゃぐちゃになっちゃうんだったら、そういうのが得意な人と一緒になればいいわけですよ。だからそれは人に対して言うことじゃないんですね。私は ADHD、ASD だからそれを配慮してください。寄り添ってください。ではなくて自分自身に寄り添うんですよ。で、その生きづらさを抱えている人っていうのはその自分自身への配慮ができないわけです。自分自身への配慮ができないから自分を受け入れられないし自分を愛せないんです。だから人も受け入れられないし人も愛せないんですよ。じゃあ自分自身に配慮をして寄り添って生きるっていうことをしたときには、つまり ADHD だから自分はできなくて当たり前なんだと思えるわけです。他の人と同じことができなくて当たり前なんだって思うのね、心の中で。口には出さないですよ。で、そういうふうに思っていれば、逆にできたときはすごいって思えるわけです。あ、すごい自分できたじゃん。頑張ったじゃん。偉いって思えるわけ。で、そうやって自分が、できないのは当たり前。できたらすごいっていう風に思えばいいんです。そうしたら自分を少しは受け入れられるようになる。そのために発達の偏りを知るっていうのはとても意味があることです。だからそれは多くの人に勧めたい。ただ知能検査は一緒に受けた方がいいです。脳波だけだと弱いと思います。知能検査と脳波で、あと問診も受けられるなら受けた方がいい。で、最初に言ったように、その ADHD、ASD の診断っていうのは自分でできますよ。その医師の診断書が欲しいなら別ですけど、別に診断書が欲しいんじゃなくて、
ただ自分の特性を知りたいんだったら、それは自分で幼少期からのエピソードを振り返ればわかることです。ただその、まあ医者からある程度グレーゾーンって言われた方が落ちるんですよね。やっぱりそうだったんだって。で、落ちて、あ、だからこうだったんだって納得ができるんですよ。納得ができるから、自分に対して配慮ができるようになる。で、配慮ができるようになると、自分を受けられるように、受け入れられるようになって、自分を少し愛せるようになる。だから、他人に対しても寛容になれるんです。そこで初めて他人に対して寛容になれる。他人がよくわかんないことをしている。自分には理解できないことをしているって時に、ああ、もしかするとこの人もそういうものを持ってるのかもしれないな。じゃあ自分もそうだから、相手のそういう行動に対しても、おおらかな、寛容な気持ちで接していこうっていう風になるわけです。だからその免罪符にするっていうのはもちろん良くないですよね。だから他人に言う必要はないと思いますよ。私は公表してますけど、それは YouTube で公表してるだけであって、実際の人間関係では言ってないですよ、別に。よっぽど親しい人にしか言ってないです。職場の人にとか言わないですよ、そんなの。言っても何のメリットもないですからね。で、自分が今までの人生で何人の異性と交際をしてきたかって、それを言いますかってことですよね。言わないですよ、そんなこと。言う必要もないし。ただそれは親しい人には言うでしょうね。言うかもしれないですよね、そういう流れがあったら。それと一緒で別に口に出して言うことじゃないんですよ、自分から。私は生涯に今まで一人とも付き合ったことがないから、寄り添ってくださいとは言わないわけですよ。それと一緒です。で、私の基本的なスタンスは、すべての人間は発達傾向を持っているというのが基本的なスタンスです。みんなグレーゾーンだと思います。みんなグレーゾーンです。ただ、その検査を受けてないし、まあそんなに生きづらさがないから、ないと主観的に思ってるから、そう自覚してないだけで、みんなグレーゾーンです。で、この人いいこと言ってるんですよね。私の場合、パートナーも理解してくれて、俺丸ごとゆきちゃんで好きになったからと言ってくれるから。これが承認っていうことですよね。その悪いところっていうか欠点っていうか欠落っていうか、それもひっくるめて承認する、承認され、相手も承認するっていうのが愛の課題っていうことです。で、この人の場合はそういうことがちゃんとできてますからね。ただその前のその夫とはそのすり合わせっていうのがうまくいかなかったみたいですね。だ、結婚したから解決じゃないってことがよくわかりますよね。その本当に承認し承認される、そしてその関係が継続するっていうのが大事なんですよ。だ、木下さんっていうのはすごい幸せだと思いますよ。その丸ごとゆきちゃんで好きになったからって言ってもらえるわけですからね。こういうのが幸せな人生なんですよ、究極的にはね。だからそこを目指して生きていってるわけです、私も。そこを目指して生きていってるんですよ。それが人生の最終的なタスクです。で、そこまで行ったらもういつ死んでもいいって思えるんじゃないですか。まあなんかそんなに深く考えないで一回受けたらいいと思いますよ。なんかその精神科に行ったらメンヘラだとかそんなことはないですよ。普通に風邪ひいてちょっと症状重かったら内科行くじゃないですか。そのお腹を下して、それが何日か続いたら、胃腸科とか行くじゃないですか。それ内科か、それも。で、なんか目が腫れたら眼科行くじゃないですか。一緒ですよ。なんかその精神科だけを特別なところって考えちゃいけないんですけど、ちょっとなんか変だなと思って行けばいいんです。ただ、私がそのいろんな人を見てて思うのは、薬を出すんですよね、精神科って。そのなんか薬で解決するみたいなのはあんまり良くないと思いますね。ほんと薬漬けになってる人いっぱい知ってますからね。もう薬に依存しちゃうんですよ。それがないって生きらんなくなっちゃう。
で、薬っていうのは当然副作用ありますからね。その ADHD の人で、まあその人は確定診断降りてるんですけど、なんかその薬の副作用が強すぎて、もう食事が満足にできなくなってるような人もいるんですよね、周りで。なんか本当にかわいそうだなって思うんですよね。薬で症状を抑えるっていうのももちろん大事なんだけど、その症状を自分で受け止めるっていう、だからまさにその症状もひっくるめて丸ごと自分を肯定するっていうことですよ。自分は ADHD でいいんだっていうふうに自分をまず受け入れなきゃいけないわけです。まず自分を受け入れるっていうところですよね。それ 100% 受け入れらんないですけどね。少なくともその ADHD、その発達の特性があって、それによっていろんなトラブルを起こしてきた。この人もそうですよ。なんか、私詳しくないですけど、芸能界は。なんかいろいろやらかしてるらしいですけど。まあ、それもその発達の特性が影響してるんでしょう。衝動性とか。私も同じことしてきたんでわかりますよ。まあ、だから、自分をちゃんと肯定する。ための一つのステップとして精神科に行くっていうのはすごくいいことです。ただその薬に頼らないっていうこと、過度に。自分をちゃんと受け入れるっていうことが大事かなって思います。まあ、そんな高くないですしね、別に検査って。2、3万ですよ。発達検査と知能検査とその脳波の測定やっても2、3万ですよ。それで自分の人生が好転するなら安いもんじゃないですか。私もその検査を受けてからやっぱり人生変わったと思ってますんで、いい意味で変わった。そのおかげで仕事を辞める決心もつきましたしね。まあそのせいで、仕事辞めたせいで底辺労働者になっちゃったんですけど。まあ受けてよかったと私は思ってます。